今回また別の方なんですが、設計してくれた、醸造台があるので、それを作っていくということになります。まずはね、ここにだから何を入れるかっていうのをはっきりさせないといけないんだけど、上に貼っちゃっていいのかな。何でもいいんですよ、今回はもうダイヤに限らず何でもいいようにしました。ついに自販機醸造台完成の時がやってまいりました。作り方とかは難しいけど、これがあることによってここのワールド楽しくなるんじゃねえかっていうのがひしひし感じるよ。世界征服クラフト。どうも皆さん、マグニでございます。はい、ということで、前回と前回でなんかこう収録がなってしまいましたが、おかげさまで整いました。本日は醸造台自販機バージョンを作っていきたいと思います。それでは本日もやってまいりましょう。仏、今日遠回りして準備かかりましたけども、やれることになりましたんで、よろしくお願いしますね。お、おいで、お前たちも3つ、ジェブ、ジェブっていうか立役者、立役者、そして1個、ピーコ、みんな、そろそろ引っ越しかなと思うでしょ。まだなのよ。で、決めてさ、なんか来たばっかりのような気もするしね、ここにね。そうでもないんだけども。早くマングローブアップで、ごやんかに。3つ、仏モード解除。はっ、はいと、本日、影もっと縛りなり。なので、一番まあ見やすいであろうやつにしましたので、よろしくお願いいたします。本日も当動画チャンネルへお越しいただき誠にありがとうございます。最後までぜひ楽しんでってください。出勤インジケーター確認、もうめちゃくちゃ便利だわ。あ、まあ前回の動画かなでお答えしたと思いますけども、もういろいろ溜まるわけで、サトウキビもなんかこう作ってみたりとかやったの、これ動画では多分やってないと思うんだけども、いっぱい集まってくるやつね。例えばこのスイカとかもね、スイカはやってないのか、あれ人参か、あれ何やった、あれこれか、あれどこだどれだ、あ火薬かな、あーそうだね、火薬だね。ゴミに捨てるんじゃなくてシュルカーボックスに入れて保存していくっていう手法を取り始めました。今更ですが、今日のアイテムはこれです。今から、現地に赴きまして、建築をしていこうと思います。建築っていうか機構を作っていきたいと思うんですが、下準備があるんでね、もう先現場の方に行きましょう。到着しました。まずそうだな、売り上げとかの在庫は大丈夫なんですね。どこも在庫は大丈夫で、売り上げが、はい、17ダイヤモンド。以前見た、状態でございますが、ジャジャさんがすげえそんな買ってくれたらしくて、でみんながいろいろ利用してくれてるっていうのは、伺いましてですね、大変ありがたいお話ございます。この機械がですね、うちのマグ兄弟の一人が設計してくれたものなんですね。今回また別の方なんですが、設計してくれた、醸造台があるので、それを作っていくということになります。まずはですね、この下に降ります。はい、ちょっと下に出てくる感じは、もうすでにここ掘ってあるんですよ。スペースを作ってありますので、ここに作っていくというところに、なってますので、いきましょう。こんな感じです。作り途中でございますけれども、今見たところでね、何がどうなってるかっていうのは全然皆さんわからないと思いますし、私の方も解説ちょっと難しいので、今途中なんですが、上くり抜きました。もうこの楽かなと思って。もう要するにスペース的には、こんな感じですね。見て、上のあそこぐらいまで行くかなっていう、隣の壁の高さ、確か4マスぐらいでしょうね、4マスですよね。まあそれぐらいの高さになるかなということでね、隣との兼ね合いもね、デザイン的なところもこう考えながら、鑑みてですね、詰めていくような状況であります。要となる醸造台もすでにそこにあります。で、醸造されたものがですね、発射されて、トロサンドの水でこう上に上がって、運ばれて、あの辺りにこう帰ってくるという、手元にね、スクリーンになってまして、大事なシステムをこれから上に組んでいくっていう感じではあります。ちょっと今見れる、この段階で見れるものとすると、こうやって軌道になんか相手見れるじゃん。はい、ご覧ください。ティッティッティッティーンって、ここであの、はい、動き出します。あれね、このタイミングっていうのも絶妙に測られててですね、これまた、動力がいって、ことピカッってこと、あそこ、じわーっと消えていくのよね。じわーっと消えていくんだけど、これをリソパを入れとくと、はい。消えた消えた消えた。あ、ごめんなさい。忘れてた。はい。まあそんな感じでございます。こういう風になっている場所。で、あれ上がったでしょ。あれ上がって何があるのかっていうと、ティン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 って、今作ってる途中ですよっていう音が鳴ったりするシステムも組まれてます。割と複雑な形にはなってはいるんだけど、醸造で物ができるでしょ。物ができたら、ロックが外れて、出来上がったものが流れてくる。で、流れてきたのをカチカチ飛ばすのがこいつら。
でここから上に上がっていくっていう感じでございますね。じゃあこれからまた続き作っていきたいと思います。そうですね、いいところまでいきたいと思います。でまた改めて解説を。ではいってらっしゃい。はい、できました。こんな感じです。出来上がここに出来上がりが来ます。お好きなアイテム一つだけ入れてください。アイテム入れたら、ボタンをこれだけ負傷のボタン、鈍化のボタン、になっているということですね。これちょっともう取っちゃおう。ここでスプラッシュ云々ぬんかんぬんですね。ここにだからあの材料を入れていけばいいと思います。はい、こっからですね、材料を運び入れるのがもうこれ一番大変だったりします。よーし、じゃあ運び、入れますか。運び入れてお試しで動かしてみるっていうところでございますが、ここまでがですね、今ご覧いただいたリプレイで作ったものなんですけれども、兄弟に設計図書いてもらったやつなんですが、でここからですね、ちょっとこう簡単にというかいろいろ楽にするためにですね、だからここ通るでしょ。でここに水入れるんですよ。水入り瓶って本当にすぐなくなるじゃない。だからその水入り瓶をですね追加するためにね、こうやって上まで上がってきます。こうします。はい、樽置きます。ちょっとこれガラス取る、ごめんねこれ間違いと、ここから動力取ります。うん、大丈夫だね。これなんか適当に置く。でこうする、こうする、1個追加、置いて、でそのホッパーの周りをこう囲うように、はい、ブロックを設置します。で次にこういう感じでブロックを置いて、こうですね。で下からディスペンサーですね、下からディスペンサー下向きね、その前にブロックでございますが、ここに水を入れたいんです。ここにこういう感じですね。パウダーを置いて、はい、こんな感じでやれば、はい、こうやって今日持ってきた空の瓶をね、はい、入れていきます。これウィッチトラップ放置してできたやつです。でこの瓶をここに、ガラス瓶をここに追加しておきます。この樽にですね、何でもいいからアイテムを満タンに入れる。何でもよくないんだな、何でもよくない。ご覧ください。これで、はい、このようにですね、水入り瓶がパンパンに詰まりました。面白いのが、これなくなったら自動的に空の瓶をですね水入り瓶化してくれるわけですよ。ちょっと減るとね、てなく場合はい、水入り瓶の心配をする必要はない。ここに空の瓶さえ入れておけばよし。あとはだからネザーウォートだったり関連するアイテムをあと持ってくれば私の勝ちですね。待って、これネザーウォートどこ入れるんだ。ネザーウォーツ、あ、ここか。違う、ここ私が勝手に追加したやつだ。ネザーウォーツ、ネザーウォーツ、ここに、はい、ここにネザーウォーツですね。ここ水入り瓶入ったから、あとブレイズパウダーですよね。ブレイズパウダーは水入り瓶の反対側なんでここなんですけど、まあ、ここもまあこれでいいか。1ブレイズパウダーで相当だって醸造できるもんね。てな具合で OK でございます。まずはね、ここにだから何を入れるかっていうのをはっきりさせないといけないんだけど、上に貼っちゃっていいのかな。いや、それでは負傷を作るのに何が必要かと言いますと、ちょっとで、ね、図を出しておきますね。ポンちゃん特製の図を出しておる。負傷を作るのに、はまずはネザーウォート、あ、そっか、ネザーウォートに関してはここに表示がないので、あれやばい、何、はっ、やばい持ってきて忘れ、持ってき忘れて拾い忘れてるね、向こうにある。やばいなこれ。早く取れ早く取れ。おお、消えてしまうところだったね。危なかったね。よかった、あと1分とかだったんじゃないの。君の寿命。オッケー、ナイス。ニザーウォートここだよ。入ってくるね、入ってくるね。はっ、あ、オッケー、1個ずつ詰めていこう。水入り瓶はもう完結してるから、心
プルリですね。この子たち行こうか。火薬も含めて。プラッシュ、残留、延長、強化。これほら追加のさ、付加する部分でしょう。スプラッシュとこのレッドストーンとね、グローストーンダスト、これはまあ常に一瞬にねやると言っても過言ではないので、一番だからネザーウォートぐらいの減りを見せてくると思うんだよな。あとはそれぞれに適したものを入れていけばいいわけですよね。よし、まず額縁に飾ろう、すべての表と裏。あと負傷は負傷で入れるとこあるんだな、これね。別に負傷、ああそうか、ポーション飾った方がかっこいいのか。そりゃそうだわな、ポーション飾りにしよっか。さあでは、どこにどのように入れていくかなんですけど、これも順番がございましてですね、きらめくスイカ、砂糖、金人参、蜘蛛の目、足で、その後にまた金人参、あ待てよ、ちゃんと順番にやっていくとしたら、ここの隣が金人参で、また砂糖がここになりますね。でここに、一旦こいつが来ます。この順番ですね。だからこうこうこう、なんか反対向いてるのキモいね。で一旦これも片付けて、あとでバシバシって入れていくんで、で次が頭で、ブレイズパウダー、ガストの涙、マグマクリーム、フグ、これで入れる場所が確定しました。一回で最初くわ。よし、持ってきます、持っていきます。あと全部入れていくだけだからね。キラメックスイカ、半分ずつぐらい、ここにも必要なので入れときます。佐藤さんも、佐藤さんも 1,2,3,4,5 ね、半分ずつぐらいにしとこう。で金人参ちゃんが2箇所ございますので 1,2,3,4,5 で、ここ半分にして渡す。で 1,2,3,4,5オッケーオッケーね。で次は蜘蛛の目ですね。蜘蛛の目なんかめちゃくちゃあるんで、在庫はめちゃくちゃあるんで、もっと持ってこれますね。やばいのがこの足とかよ。いやマジここ飾ってる場合じゃないよね。ファントムの皮膜もケチらず、こうもっと持ってくればよかったのか。はい、で亀の甲羅、これもね地味に集めるの大変ですから。ブレズパウダーは燃料の方も入れたので、つかもこれ全部持っていけるね。蜘蛛も取引で取れたっけな。はい、こんなもんかな。イエーイ、入りました。ここから動作テストに入りますってとこですね。まあ、そもそもね、醸造やりなんてね、ややこしいので、ね、この自販機機能をつけてややこしい、ただでさえややこしいのにね、結構壊れやすいと思うので、ちゃんとね注意書きとかも書いておかないといけない。これでいいかな。わからんかったら、まあ、適当に押してもらって、潰れたら潰れたで、その時また考えたいと思います。何でもいいんですよ、今回はもうダイヤに限らず何でもいいようにしました。だからちょっと輝く一括目かなんか、何でもいいけど適当に持って、一つだけ、必ず一つだけだよって入れとかないとね。これ書けば書くほどよれ二つ入れたくなっちゃうのは私だけですか。ちょっとこれイラッとするもんな、これ見たら。分かってるわと。いきますよ。はい、これで今購入できるターンになりました。一旦、負傷のポーションを作りたいと思いますが、ちょっと待ってね、まあ、スプラッシュとかにはせんでもいいか。はい、これで、うん、これピン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 言ってるうちに、言ってる時は今作ってますよっていうことなんですよね。今 Now、制作 Now ですよっていう状況でございます。はい、では出来上がりのポーションたちを入れていく場所を作った方がいいんで、こうやっといて、はいはい、負傷即時ダメージ、できましたね。いきますよ、次鈍化、お前カチカチしろよ絶対な。ダメかな、なんかダメな気もする。した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 、これで分かってくれるよね。ね、多分伝わるよね。頑張ります。達成しました。ご覧ください、全部のポーションを作って飾りました。でご覧ください、弱化に関しては強制的にスプラッシュ化する形になってます。実験しながらこれやったんですけど、まあ、使い方としてね、もしね、もしですよ、この動画を見てくれている人の中で他の方の配信にする方がいて、
もしなんか使おうとしてるパターンがあったとしたら、まあ多分この説明で大丈夫だと思うんですけど、使い方はいいか、右のホッパーに何でもいいアイテムついて入れてください。その後に絶対に1回だけ欲しいポーションのボタンを押してください。で、効果をつける場合はポーションのボタンを押してから15秒以内に、できてから次の購入をお願いします。お好きなアイテム1つだけ入れてください。出来上がりはこちら、店頭は醸造中、消えたらできてます、ということで、ちょっと説明があれですけど、これ入れるでしょ、はい、入れば何でもいいね。暗視だろうと。じゃあ暗視作ります。で、暗視の効果を延長します。15秒以内にであれば、あれ、押すと間に合うので。始まりました。で、これが消えると、まあ、出来上がるわけなんですけどね。あの辺のやつがちゃんとできてれば、OK。出来上がった。お !8 分になっておりますね。暗視のポーション効果伸びております。完璧じゃないのよ。全てのポーションが作れる自動醸造機構というよりは、ポーションの自動販売機が完成いたしました。ご協力いただいた兄弟ありがとう。セキュー。あ、明るいね。だいたいエデン来たら夜なんだけどな、ネザーみたいな感じで。これもういいな。うん、良いじゃんね。アイテム何でもいいって言ってるので、なんか何が入ってるかが楽しみです。おやす。おお、そんなわけで本日の業務を寝てから、何回寝てる、本日は以上です。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。帰宅、めちゃくちゃ近かった帰宅とかそんなレベルじゃないぐらい近かったね。大仏さん、大仏さん、今日もありがとうございました。滞りなく自販機作ることできましたんで、もうそれもこれも全て大仏さんのおかげです。そうだ、任しとき。次は何じゃ了解。No.